ンシング。プレゼンテッドバイ富士工業。おはようございます。アウトドア&フィッシングパーソナリティ世界を釣る代表の工藤英二です。さて今日のゲストは先週に続きましてプロフェッショナルアングラーの加藤誠二さんをお迎えしています。先週は加藤さんの釣りとの出会いや釣りに感じている魅力、そしてバスフィッシングのトーナメントプロまでになられた背景やきっかけ、またトーナメントプロとして活躍するのと並行してルアーデザイナーとしても数々のヒットルアーを開発されてきたヒストリーについて伺いました。今週は株式会社ジャッカル創立の背景や加藤さんのプロとしてのこだわりなどじっくりとお聞きしていこうと思います。お楽しみに。アウトドア&フィッシング、この番組は釣り人の夢を形に富士工業がお送りします。改めまして工藤英二です。本日のゲストをご紹介します。先週に続いてプロフェッショナルアングラーの加藤誠二さんです。おはようございます。おはようございます。先週ありがとうございました。はい、ご幼少の釣りの出会いから高校の時に、修学旅行に行かないで関東にバス釣りへ出かけた話とかですね、はい、で、まあとりあえず親からは釣りばっかしてない、してるだけだときっと食べていけないから一回は就職しなさいということで、あ、本当そうなんですね、はい、釣り具メーカーに就職されたりとか、まあそんな話からトーナメントプロの話だったりとか、ルアーデザイナーとはどんな仕事かというあたりを伺ってきたんですけど、今回はですね、まさにプロフェッショナルアングラーの加藤さんの現在というかですね、まあ、現在近いところからなんですけど、まあ釣り具メーカー就職されて一回転職されたいっていう後に1999年にジャッカルを創立したと、はい、ここの流れというか、その自分でやっぱりその、メーカーを作るっていうふうに思い至ったきっかけとか背景ってどんなところだったのかなと、その辺の原点を聞きたいなと思ったんですけど、いかがでしょうか。いや、一つ欠けてるっていうか、あれが、そもそもなぜその釣り具メーカーに勤めてたのが、辞める羽目になったかっていう、ああそこのストーリーは聞きたいですね。ストーリーは、すごいみんな聞くとって言うんですけど、僕そのめちゃめちゃ周りがヘビースモーカーの部署だったんですよなるほど、で喉を壊して、はい、咽頭炎になって、病院に行ったら、君はタバコをやめるか部署を会社を辞めるかどちらかしか選択肢がないって言われたんですよ。それで、その会社に行って、当時の次長に相談したんですよ。実は 病院で会社を辞めるか、タバコを辞めるかって、僕タバコ一本も吸わないのに、そう言われたんで、この部署は禁煙にするとか禁煙時間を設けるとかなんか対策できないですかって、はいはい、言ったら、それは大変やなと、でもタバコを吸えなくなる人間の気持ちもお前は分かるよ時代ですよね。そう、すごいでしょ、今じゃ考えらんないけど、今じゃ考えらんないけど、その時はそうだったんですよ。皆さんデスクで吸ってたわけですよね。もうめちゃめちゃだって、もう目の前にタバコの煙の雲ができる。ああなるほどそういう部署だった。なるほど。じゃあもうそれでこれもう無理じゃんと思って。なるほど。いや、そういう理由とはつゆ知らず。本当にそうなんですよ。でそれが理由で、あ、じゃあもうこれ無理だと思って、自分で頑張ってしようって言って辞めたんですよ本当に。
はい、なんかあの先週伺った時にあのメーカーに勤められた時 の, あの四国から東京への転勤の時の話じゃもそうですけど、自分がそもそもこう前向きに選んだというよりもこう状況がそうなっていったっていうのは同じですね、背景が。あのだからもう全ては運なんでまあそういうなんか運というかね、環境の流れですよね。そうなんですよ、流れでそうなってるんですけど、まあでまあ、結局それは僕にとってはいい方にどんどんつながっていくといいんですけど、うんうん、スタートはそうなんですよ。なるほどね。スタートはそう で、まあ、1999年にジャックから創立した結果も、まあうん、あの創立したのも、うんまあ、いろんな理由でやっぱり全部自分でやらないとダメだなってなって、はいはいはい、あの知ることになるんですけど、うんうんまあ、僕はあのとにかく釣れるルアーが欲しいだけなんですよ。なるほど、はいはい。だからあの自分がトーナメントで勝てるルアーを作るっていうの、うん、作りたいっていうのもあるし、まあ、トーナメントじゃなくて他の魚釣りに行った時でも、うんまあ、魚釣り行きゃ釣りたいんで、うんうん、釣れるものが欲しいっていう、うん、もうそれ一点なんですよね。明快ですね。そのために何をするかっていうだけの話、うんうんうん、一応あの、まあそれはい、すいません、あの、はい、加藤政治クラブウェブサイトではあのジャッカル設立後のルアーデザインは、はい、トーナメントで勝てるルアーを目指すことには変わりないけど、まあ、より明確なコンセプトを持って、まあまあ、誰が使っても釣れるものを目指したいって書かれてますけど、まあはいはい、固く言うとそういうことですね。まあ、イコール釣れるルアーをっていう、はい、で多分ね、で僕のものづくりが他の人と一番違うのは、うんこの誰が使っても釣れるっていうのが一番違うと僕は思ってるんですよ。はいはいはい。あの僕が釣れるルアーだけであれば売る必要ないと思ってて確かに。うん、僕が釣れるんだけど、うん、でも他の人が使った時も釣れるっていうルアーを作らないといけないと思ってて、うんうん、そこは多分ね、あの一番他の人と違うと思いますね。それあれですか、あのなかなかあの言葉では僕も分かるんですけど、要はその、いくつか意味がありそうな気がするんですよ。その例えば本来あの先週も出ましたけど、こういう風な動きをしたら魚食べるんじゃないかなとか、その、はい、ある程度イメージしてそれをプロトタイプ作って試して完成していくと、はい、そうするとそれがある程度その動きっていうのが魚を引きつけると同時に、その動きを誰どんなアングラーでも再現ができるっていうルアーに設計されてるっていうことですよね、多分。そうそうです、うんうん、あの操作性が難しくないというか、そう難しくなる、あのね、うん、結局その魚釣り行った時に、ええ、僕が思ってることと同じことなり、僕がやることと同じことをできる人は誰一人いないんですよね。はいはい。てかまあ、うん、状況も違うし、必ず同じにならないんですよ、うん、ならないですよね、うん、うん、必ず同じにならないんで、うん、だからどんな状況でどんな風に使われるかっていうのがほぼほぼ限定できないんですよね。ああ、はいはいはい。そうすると、うん、どんな使われ方をしても、うん、ある一定の以上の効果を出すっていうのが要求されるじゃないですか。ああ、なるほど、はいはいはい。そのためにどういう落とし込みをするかっていうのが、うんうん、あの言葉で言うとこうなんですけど、これすっごい難しいんですよ。難しそうそうですよね。すんごい難しいんですよなるほどね、うん、そう、右手で投げる人と左手で投げる人だって違うし、うんうんうん、うん、右手で動かす人と左手で動かす人も違うし、例えばですけどね、うんうん、で例えば糸の太さが、うん、1号なのと5号なの、うん、でも違うし、はいはいはい、太いのと細い糸でも全然違うし、うん、ありとあらゆることが違う中で、うん、あの釣れたって言ってもらえないといけないんですよ。あ、それはめちゃくちゃあのハードルが高そうですよね。めちゃめちゃハードル高いんですよ、うん、そこが、うん、だそれを
こなすためには結局魚釣りに行って、うん、でその釣りの現場でその、うん、その感覚を磨き上げる以外に、うん、方法がないんですよ。なるほど。いや その辺の話が僕はすごく聞きたいなと思ってたんですね。まあ、先ほどから出てる加藤さん の, そのウェブサイトにも出てるんだけど、いまだにまあ、釣りがそもそも好きだっていうのが一番のベースだと思うんですけど、そのアメリカのトーナメントに参戦し続ける理由っていうところが多分その、加藤さんも書かれてるけど、釣れるルアー作るにはその先端技術だけではダメだと、釣りの現場の経験感性を磨き続けるというか常にアップデートしてる必要があるんだってことをおっしゃってるのがすごい説得力あるなと思ったんですけど、はい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 、この辺のとこですよね。そうですね、うん、僕は大体年間200日ぐらい水の上に行ってるんで すごい経営者ですね、はい、時間はそんな長くないですけど、うんうんうん、要するに魚がどう変わっていくかとか、うんうん、どんな反応するかとかっていうのを、うんうん、常にこうアップデートしないと、はいはいはい、自分の中で納得いかないんでうん、うん、それ続けてるんですけど、はいはい、でもやっぱり時代っていう言い方おかしいけど、うん、魚の生活環境が変われば、うん、欲しがるルアーも違うし、うん、いろんなのが変わってくるんで、うんうん、それをやっぱり常に自分の中でこう分かってないとものづくりにできないんで、はいうんうん、永遠にそれ続けてるんですけどなんとなく例えばなんだろうな、そのルアーを作るその作る技術だったりとか、はい、まあ、素材だったりとか、いろいろまあ時代の変化とともに進化していくと思うんですけど、はい、はい、それとともに何だろう、その釣り場の状況っていうのも、まあ、当然自然は自然なんだけど、まあ、人間の進歩ほどはその変化って緩やかじゃないですか。それでもやっぱり現場を見続けるっていう必要はやっぱ常にあるっていうことなんですよね。いや、ね、うん、人間の変化はほどっておっしゃいますけど、うんうん、でも実際釣り場は、うん、日々変わるし、まあ、毎年変わるし、はいはいはい、そっかそっか、例えば水のね、うん、水位が雨が多いとか少ないだけで、うん、水位が変わるじゃないですか、うんうん、そうすると水位が変わるともちろん魚のいる場所も変わらなきゃいけないし、はいはいはい、でそれによって食べる餌が変わったりとか、うんうん、隠れるところが変わったりとかするわけで、はいはい、うん、そうすると結局毎年ずっと追いかけ続けてないで、うんうん、でその変わったことに対しての答えを常に持ってないと、ああそっか、そういうことですね、うん、そうなんですよ、変わったことに対する答えを持ってると今起きてることに対しての答えが過去のデータから出せて、うんうん、今はこうだよって言ってあげれるけど、うんうんうん、そのデータの積み重ねがないと今起きてる状態に対してどういうルアーがいいとか、うん、どういう釣りをしたらいいとかいうのが教えてあげられないんで、なるほど、結局僕はやり続けるしかないみたいな、そんな感じですよ止まらずに走り続けるわけですね、うん、そうですね、だからお客さんとか人に自分が作ったものを買ってもらって、うんうん、で釣れるって言ってもらうためにはそれをし続けないと、うんうん、結局ダメなんだなっていう感じですね。一つ釣り人としてすごく関心があるのは、はい、まあアメリカのトーナメントで、まあ、アメリカというその北米の、まあ、北米の中でもいろいろあると思いますけど、自然環境と魚とっていうところがあって、はい、当然こう行ったり来たりなんで、こちらに帰ってきたらまた例えば琵琶湖なのか国内の、はい、フィールドとその、まあ、両方多分見続けてるってことと、そうですね、あとその当然そのアメリカのこの湖の釣りに対して琵琶湖とは当然違ってくるから、やっぱりその、はい、そこに合わせるルアーっていうのも変わってくるわけですよね、きっと。もちろんです、もちろんです、うんうん、僕はアメリカに来続けてる理由は、ええ、アメリカの人がこういうルアーを欲しいって言った時に、うん、なぜそういうふうに言ってるかが自分で分かんないと作れないから生き続けてるんでしょう。ああ、なるほど、
はいはい、うん、であの別のとこでも喋ってるんですけど、うん、その言葉が喋れるようになるっていうか、英語が喋れるようになるんじゃなくて、うんうん、相手が喋ってる言語を自分で理解できるように しないと意味がなくて、まあ、だから釣りの話でも、はいはい、例えばこの工藤さんと話してる時に、うん、釣りしてる者同士、同じ釣りをしてる者同士で会話をすると分かり合えることが、うん、その同じ環境じゃないとちょっとした言葉の違いでも違う風に捉えちゃうことがあると思うんですけど、はいはい、それをとにかく少しでも少なくして精度を上げていかないと、うんうん、求めてるものが作れないんで、はいはいはい、イコール釣れるものにならないじゃないですか。なるほど。求めてるものにならない、イコール釣れるものにならないので、はいはい、そうするとそれをするためには自分が同じ経験を、相手と同じ経験をしないと、うん、同じその言葉を話せるようにならないので、うん、ならないね、通じ合えないってことですよね。そうですよ、はいはい、だからそのためにアメリカにも行くし、うん、日本でも釣りを永遠に続けるし、はい、もうずっとそこに使ってないとそういうことですね。そう、もうずっとそこへ体が使ってないと分からなくなるんで、うん、もう使い続けてるんです。なんかあの高校生時代の選手の話も面白かったですが、あの辺からずっと使い続けてる感じしますね。あ、そうです、そうです完全に高校から使ってます。高校から使ってる。高校から使ってます、僕は。なるほど。そういうその、常に現場を知るというか、そこでの、釣りの状況と人と釣り人と理解しながら、はい、そのルアー作りに反映させていくっていうところなんですけども、はい、いつもなんだろうな、まあ、プロのアングラーが単純にその釣りが好きだっていうゲストもいるんですけど、必ず僕はシンプルで大きな質問で恐縮なんですけど、みんなにそれぞれの方にとっての釣りって、人生にとって釣りってどんな位置づけなのかとか、あるいは釣りの魅力って何なのかみたいなところを聞いてるんですけど、まあなかなか加藤さんここまでトップリだと聞きにくくはあるんですけど、まあ、ほぼ人生どっぷりかけてる釣りの魅力とはどの辺が一番やっぱりこうどっぷり浸かり続ける理由ですよね。いや、もう釣りの魅力どうのこうのじゃなくて、僕は人生が釣りですから。愚問でしたそういうことですね。はいはい、はい、うん、釣りが人生で人生が釣りです。なるほどね。もう、はい、すごいシンプルな公式ですね今ね。釣りイコール人生、はい、人生イコール釣りと、はい、そうで全部それで解決できてるんで、自分の中では。なるほどね。だから、釣りで養った経験なり、うんうん、その対処の方法で、うん、仕事も対処できるし、あ、はいはい、で仕事の中で得たその方程式で魚釣りに対処できることもあるし、うん、もう両方一緒ですなるほどね。全てが解決できるのいいですね。あ、でも、うん、ほぼほぼ一緒ですよ。あ、確かに、よくまあ僕も、まあ、一釣り人の端くれとして思うんですけど、釣りって予測不能というか何が起きるか分かんないから、そういうのって仕事に通ずるとこすごくありますよね。そうです。現場でどう対応するかっていうのってすごい問われますもんね。変化に対する対応力は魚釣りが一番要求されるとこか思ってるんで、うん、そうですよね、うん、で、まあ、相手が魚か人かってだけじゃないですか、はいはいはい、生き物なんで、はいはいはい、シンプルに生き物って考えれば同じなんで、うんうん、なるほど。気まぐれだし、気まぐれ言うこと聞かない。そうですよね。全く一緒です。100% うまくいくっていう前提はないということがあるもんね。はい。それも一緒です。一緒ですね。なので、はい、人生は魚釣りなんで同じです。まあ、人生魚釣りの加藤プロアングラですが、今後どうしていくんですか。もうずっとこの走り続ける、なんかいくつになったらこうしよう、ああしようとかって、そういうのってなんかあるんですか。目標とか夢とか。これはやっぱり やり残してるから、これ絶対やっておかなきゃいけないとかっていうこととか、アメリカのトーナメントをやり残してると思って、うんうん、
53歳から行き始めたんですよ、もっぺんね。はいはい。本当はもう40代で終わらせたかったけど続いてますね。40代で行けなかったんで53歳からやり始めて、一応65まで頑張ろうと思ってるんですよ。はいはい。まだありますね。うん、はい、まだあと5年ほどあるんで、まあ、そこまでは頑張ろうかな、まあ、そこから先は惰性でどうするかなぐらいの感じで、はい、でまあ僕は自分が見た夢を若い人が同じように夢見れるようにしたいなって思うのが僕の目標ですね。夢見て生きてきたんで、うんうん、その見てきた夢と同じような夢を、うん、まあ、僕の後の人たちが見れるような環境ができればいいなって、はい、それに少しでもお手伝いできれば頑張りたいなと思ってます。なるほど。最後に、次世代の方々へのメッセージというところで、今週もお時間が来てしまいましたというところで、はい、いろいろありがとうございます。ということで本日はプロフェッショナルアングラーの加藤誠二さんに来ていただきました。2週にわたりありがとうございました。ありがとうございます。どうもです。皆さんいい釣りをしてください。今日のアウトドア&フィッシングいかがでしたでしょうか。ここでリスナープレゼントのお知らせです。アウトドア&フィッシングや富士工業のロゴのオリジナルステッカーシートと富士タックルプラスノートをセットで毎週3名様にプレゼントいたします。 K-MIX オフィシャルサイトの番組表にあるアウトドア&フィッシングのメッセージフォームから住所、氏名、電話番号を明記の上、富士工業オリジナルのステッカーとノート希望と書いて送ってください。その際にですね、番組の感想なども書いていただけると嬉しいです。皆様からのご応募お待ちしております。来週もアウトドアや釣りの楽しみを皆さんと共有したいと思います。それではまた来週。パーソナリティは工藤英二でした。アウトドア&フィッシング。この番組は釣り人の夢を形に、富士工業がお送りしました。